冬と夏のオリンピック二刀流を目指す平野歩夢が都内のイベントに出席しました。現在東京オリンピックのポイントランキングでは男子パーク種目で日本人トップ。スケートボードに本格参戦した今年1年を振り返り感じたことは。スノーボードをしてた時よりもハードなこうスケジュールだったり気持ち自身もそうやっぱ思ったよりも大変な部分はいっぱいありますね。新たな挑戦を続ける平野、2020年への決意も語りました。自分が今できるベストを、突き詰めてオリンピックまでは頑張りたいなと思ってます。